しゃかしゃかしゃりんか。みなさんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は視聴者さんから質問をいただきましたので動画を作ります。ちょっとね、シリーズ化しているんですけども、私のこの体験談のもとにお話をする性別を女性に変える手術、そしてその手術で形成した女性器での夜の営み、それについてのまた質問が2通いただきましたので、一度に2つの文を読まさせていただきます。こういうアンサー動画出すと、これしかねえのか、どういうことって、ね、言われるの。こっちはね、真面目にやってるつもりなんですよ。だからいいじゃん。早速読みます。はじめまして、こっち見なきゃいけない。普通の男子、23歳の社会人です。早速質問しちゃうのですが、先日性転換手術が保険適用と聞いて、今まで違かったのかと驚いているんですけど、僕が気になるのは、女の子になる手術したら妊娠などはできますか。調べたらできないような記事を見たのですが、正しい情報かわからないので質問しました。質問採用されたら嬉しいとのことです。ありがとうございます。そして2つ目、こんにちは、レズビアンの30歳です。カノンちゃんにハマって彼女とよく見てます。以前営みについての動画を見たとき、ふむふむと自然と見入りました。私には経験ない真面目な話、カノンちゃんが営みしたら、もしゴムなしで挿入した場合の後処理が気になるなぁと思い、質問を投稿します。私の友達の友達に元男の子ちゃんがいるのですが、接点ないので大好きなカノンちゃんに聞きたいです。ありがとうございます。すごいありがたいですよ、このように気になったことを素直に送ってくださってるんで。タイミス、タイミスんだお前、素直な、ごめんなさい。まず一つ目の質問からお答えします。びっくりした の先日何、保険適用、おい、100万円出したんですよ、約。返せ、返しなさい。嘘、よかったじゃん、すごい、それは、うん、当事者の私からしてもすごいいいことだなって。あ、世間にどんどんこういう認知というか理解が広まってきたなと思うと、すごい嬉しいです。で、この手術をしたら妊娠できるかと言われるんですけども、できないの。もちろんできないです。それなぜかというと、卵巣、子宮もないので、ま、形状はもうね、ほぼ女性、まあ、なかなか気づかれないんじゃないのかなって思うぐらい、クオリティを上げてきてます、最近のお医者さんは。二つ目。要は、営みの時に、手術で形成した女性器に、ゴムなしで、まあ、挿入、行為した時。まあ、最後の後処理は、まあ、もちろんその、まあ、精液っていうのは、残ってしまうんです。奥に壁があるの、行き止まり、行き止まりなんです。子宮口もないんで、行き止まりだから、行為をした後はちゃんとシャワーのこうノズルを取って、綺麗に水で洗い流したり、まあ、それ用のこうスポイトみたいので綺麗に掃除したり、まあ、いろいろですね。ということで
大丈夫でしたか？私のこのアンサーがちゃんと皆さんの参考になっているか不安ですけども、聞いていただけて嬉しいです。このようなご要望は画面の下にある私の公式ホームページまでお願いします。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。